どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、まあ、2ヶ月に一度の、まあ、育成環境ですね、それをご報告といった感じですね。レベル順に合わせようかな。という感じで、レベル80が結構、こうですね、もう2ページ目に入るようになってきたので、なかなかね、よろしいかなということもあるんですけども、実際問題ね、前回は、前回というか、アニバーサリーの時ですね、アニバーサリーでね、5天井やらかしてるんですよね。5天井とちょっとですかね。やらかしてるので、まあ、こんなに増えたということもありますね。あと、即戦力の、あれも、ガチャもね、トータクでやったんで、それもあるかなといったところです。まあ、5天井もやればこれだけ増えるわな、といったところです。なので、とりあえずはもうちょっとガチャの仕様を考えてほしいかなって言ったところですかね。考え直していただければなと。お財布に優しいゲームになってほしいと思います。まあ、それはそうとしてですね。まあ、これだけキャラクターが増えて、まあ、前回の動画とかでも、なんか、前回じゃないですね、途中の動画とかでも言ったんですけど、外伝クエストですね、外伝クエストで、SSR のね、武器だから SSR のキャラクター全員分は取ったということでですね、編成の方も、今こんな感じで回ってます。なのでね、あとね、いろいろな方の装備費とかね、そういうのを見させてもらって、まあ持ってない部分はこういった形でね、機密彦とかをね持ったりして、まあ強くというか補填というかしてますね。やっぱりね、でも限定が1,2,3と3キャラいる時点でちょっとどうかなとは思うんですけどね。やっぱり曹操が強すぎですね。曹操が強すぎなのと、ヒーコも使いやすい、ミスズも使いやすい、結局マオがね、どんな場面でも使えるっていうのがちょっとねっていうところなんですけどもね。まあ回復アイテム、回復武器がね、今のところ攻撃系ではね、もう悪魔の皮しかないのでね、どうにかしたいところではあるんですけどね。まあ武器ガチャの方もね、運がいいのか悪いのかわからないですけどもね、3% 以上は取れてたので、まあしょうがないかなと、っていうとこですかね。まあまあ今ね、本当今やってデルレイドとかでも強くね、できるの回れるのでね、なかなかよろしいんじゃなかろうかといったところですね。まあ2ページ目に入ってしまったのは単純に本当に初めにも言いましたけど、ご天井、これがね、まあ原因だと思います。まだね、あと娘の部屋で、アイテム図鑑ですかね、消費で、アムリタじゃなくてスキップでもなくて、何を言いたかったんだっけ、ピースでもなく、交換所チケット、あ、これですね、これだ、これもまだ使ってないのでね、SSR のね、異物継承機もあるんで、こちらの方も有効活用しながら、育成をね、していきたいと思います。
こういうのもね、割と重要だったりします。イブス回収チケット等もね、しっかりやっておけば、武器ガチャチケットもね手に入りますので、まあきちんと周回というか使っていけばいいのかなと思います。ちょっとね回収とか全然やってなかったので、こちらの方も行きたいと思います。あとね、強化なんですけど、武器の方ですね、もうからっきしになってきたので、もう物によっては育てられないという状況なので、早いとこドロップ率アップを運営さんお願いいたします。先月は一切なかったので、周回がねできなかったということで、早く周回させてくださいということでね、本当によろしくお願いいたします。もう武器がね揃ってきたんで、足らないと、アイテムが足りませんよということでね、早めに武器じゃないですね、ストーリーのねドロップアップお願いします。2分の1だけじゃなくドロップアップお願いいたします。まあそんなとこですね。本当に新キャラクター自体はね、まあガチャ等々でお見せしてるのでいないですけどもね、実は隠れて撮ってたんですよっていうキャラクターはいないですから、まあこんなところかなといったところですね。であと、この子は育てといた方がいいよっていうのがあれば、なんか概要欄、コメント欄でもね、ツイッターでもいいんで教えていただければなと思います。まあ武器に関してもね、まあとりあえず所有してるねキャラクターは SSR に関しては全部取ってます。武器の方も娘の部屋で見た方が早いのかな。レアリティで見てますね。まあ、こんな感じで持ってる持ってない等々もねありますから、ここら辺とかもね持ってないのも多いですし、こっちもね持ってませんっていうのがあるので、メルヘン武器がねなかなか手に入りませんといったところですね。あとレイド武器もねそろそろ召喚しといた方がよかろうというところですね。奴隷さらしが一切ね手に入らなかったりするし、まあ重要武器が手に入らなかったりとね、辛いですねっていうところですね。まあまあこういった感じでもね、そこそこのね成績は今残せてる状態なので、まあキャラクターが揃ってるっていう方がいらっしゃったら、人のねレイドなんかやってみてですね、他の人のね武器等々を真似してみてね、周回してみたらなと思います。成績自体も私もそれでよくはなってきてるんでね、たまに MVP とか取らさせてもらってるので、場合によってはね全滅はしてますけどね、まあまあそれでもなかなかの成績を残せるようになってきたんでよろしいかなと、自分的にはいいんじゃないかなと思っております。こんなところですかね。まあ早くない武器等々をね手に入れられたらなっていうところなんですけど、まあ交換所でもね交換できるかな。あ、そうですね、心 UI とかもね変わって AP 回復がなくなったりとかね、ちょっとずつ使いやすくなってますね。舞踏会の方もねちょっと足りないっていうところなんですけどね、まあここで、まあ、奴隷さらしは一つ取れればなといったところですね。
復刻武器もまあ取れるだけ取っといた方がいいのかなとは思うけど、今ねあのどうせ育てられないんだから持っててもしょうがないなっていうところですね。あとまあそうなんですよね、ちょっと長くねやってるからこのギルドメダルとかもね今開催中っていうのもあるからギルドメダルの方もあるんですけど、報酬自体がねまだね少ないんで、最近始めた方っていうのはやっぱり今開催中以外のキャラクターがなかなか落とせないっていうか、ね、自分お迎えできない状況になってるので、ここら辺もねちょっと報酬等々も、上げていただければなと思います。私はねちょっと使ってなかったりすることもあったりしますし、こういったところをね、重点的に取っていく場合があるんで、キャラクターの方にまあ回って手が回ってないというのもありますけどね、まあにしてもまだちょっと数が足りないんじゃないでしょうかと言いたくなってしまうのはしょうがないですね。ただちょっとギルドの方も最近正直めんどくさくなってきてるので、まあ、そういったところでもちょっとめんどくささを出さずにゲームをねゲームとして遊べるようにしていただければなと思います。あ、そうだ、先進だ、先進もねこんな感じで、なってます。先進時代はそうか、もう思い切って鬼ヶ島とねティータンをあげたりして、でね名前忘れた、リーゼロッテとあとそう、ね、ジブリール関係のね子たちをまああげたりして、ほっとあげたりしてやっております。あとはね限定キャラクター等々まああげたらと思うんですけどね、マキアタンとかね、まああと、ソフィアじゃないソフィアでいいんだ、ソフィアもあげたりしてね、これはこの子は確か武器ですよね、武器の回復ですよね、武器アビリティの銃が得意な味方の武器アビリティを1回分回復なんで、この子もあげとかないといけないかなとは思ってます。そして何よりも他によりもラグナロクをレベル90限界突破ねしていかなきゃいけないので、全くやる気が起こらずにこの低たらくという状況です。まあまあぼちぼちやっていこうかなっていうとこですね。武器は先ほどお見せした通りなのでこんな状況です。まあちょっとね先月の御殿場がかなり響いてね、何度も言いますけど御殿場はないだろうという感じですよね。なのでちょっと言葉を失っちゃいますけどもまあお財布に優しいゲーム設計をお願いしたいと思います。まあこんなところしか言えないかな。はい、すいません。ではですね、最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラスボダイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見、ご感想などありましたら、コメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラスボダイ。